ヨセフタルはイスラエルの作曲家。ドイツ帝国領ポーゼン近郊のピンネでヨーゼフ・グリュンタールとして生まれた。生後すぐに一家はベルリンに移り住んだ。父のユリウス・グリュンタールはユダヤ教のラビでユダヤ高等学院で古代言語学を教えていた。ヨーゼフは幼い頃からシナゴールで音楽に親しんだ。ベルリン音楽大学でパウル・ヒンデミットとマック・ストラップに ピアノと作曲を、ハインツ・ティーセンに、音楽理論を、クルト・ザックスに、楽器法を、ジーク・フリート・ボリスにソルフェージュを、レオニード・クロイツァーに、ピアノ教授法を、それぞれ学んだ。またヒンデミットから、音楽大学の電子音楽研究所を紹介された。1931年に、音楽大学を卒業し、ダンサーや歌手あるいは、無声映画のピアノ伴奏者として働いた。 ナチス政権が成立すると、ユダヤ人の彼の仕事がなくなったため1934年にパレスチナに移住した。彼と家族は器物で生活したが馴染むことができず、エルサレムに今日移してピアノ教師として生活し、時にはパレスチナ管弦楽団でハープ奏者として活動した。1937年、パレスチナ音楽院のピアノ、音楽理論、作曲の教師として招かれた。 1948年から1952年にかけてエルサレム音楽アカデミーの委員長を務めた。1951年にヘブライ大学の講師に招かれ、1961年にそこにイスラエル電子音楽センターを設立した。1965年には同大学の上級教授となり、後に音楽学部長となった。 教え子にベンツヨン・オルガド、ナオミ・セメルなどがいる。また、国際現代音楽協会のイスラエル代表として熱心に活動し、ベルリン芸術アカデミーとベルリン高等研究所の会員でもあった。作品には3つのヘブライ語オペラ、4つのドイツ語オペラ、6つの公共曲、13の競争曲、室内楽曲、電子音楽などがある。ありがとうございます。